ちに行こうかなっていうのはありますね。やっぱ時間伸びるって消毒だったりするのに使いますけど、その目的は外食と答えた人が最も多く14人、ついで買い物が9人、他には家族に会いに行く、お花見に行くという人も見られました。一方で昨日も横浜市内にそれからね、よしよし、やっぱり俺ナビちゃんと一緒に笑ってた。マヨ。